で一発マリオとトロールコースやっていきますか。で今日の一発マリオこれだけだいたいこれだけっていうコース名つける人めっちゃ難しいコース多いよね。ただ気になったのが本当にこれだけなんですよ。サムネのまんま隠しブロックはありません。画面外に何もありません。ゴール条件はありません。目の前にねゴールがあるだけ。あれジャンプしてさゴールすればいいだけでしょ。それなのに 0.73% っていうね驚異的な難しさね。うわ本当にゴール条件ないじゃん。これ簡単なんじゃないの。わかったそういうこと。スクロールはありってことね。じゃあこのまま右にジャンプしてもう一回ジャンプしろみたいな。多分それでいけると思うんだよね。じゃあこれ一番左から勢いつけていけばいける。ジャンプ落ちてしまったなんでもう一回やり直し。こっからジャンプしてもう一回ジャンプじゃあダメだね。多分一番左行ったらもうスクロールでやられちゃうんだよね。なんで矢印のこの真ん中から右にジャンプしてもう一回ジャンプ。あ、いけそう。これで多分いけるよきっと。よし、それじゃあもう一回この矢印の真ん中からこっからジャンプしてもう一回ジャンプ。やったクリアできました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、スノーウィートロール3スキンでのトロールコースだね。この3スキンでの雪のステージってさ、前も言ったかもしんないんですけどめっちゃ好きなんですよね。そしてクリア率は 1.9%。 そんなに難しい。速攻温めてきやがったよ。まだ寒くないぜ。よしさあここは火だね。この火はまずい。避けておこう。でここはセレッサ。セレッサもどんどん下に落ちてくるのか。じゃあこのまま上に上がっていこう。でもさ右何広がんのじゃあ右下なんだろうね。ここは金魚か。じゃあこれは犬だね。っていうかちょっと犬邪魔。ちょっと待って犬邪魔だね。このまま上に行けば行けるはずだよね。いやでもテレサは出しておかなきゃいけないっぽいね。テレサだけ出しておこう。ちょっと待ってね。まず火出して次にテレサ出してでこのまま左上に行くと、そういう感じだね。さてここはハテナブロックを叩くと思うでしょ。この右ここが怪しいよ。なんもなんねえのか。じゃあハテナブロック叩きます。でこのまま右行く感じか。そして下に降ります。さあ何が来る。さてパックンがいてオンオフ、オンオフ変えるしかないよねきっと。ここオンオフ変えて、いやでもこれ下に行かされるやつじゃんか。でも罠っぽいよね。なんで大丈夫、罠じゃねえかじゃあこの3本雪だるまを持って右に行けっていう感じだね。多分それで下にいたパックを倒せるんじゃないの。おりゃそして土管に入る感じだね。多分これ鍵を持ってきて戻る感じかな。うわ出た出た、こいつを倒して鍵をゲットっていう感じかな。多分このトゲベッドを倒して、あやっぱそういう感じだね。それじゃあ最初スタート地点にいたねこのトゲベッドを倒すと思うんですよね。なんでこのトゲベッドが下向いた時に倒して鍵をゲットしましょう。こういう感じでしょ。オッケー、これでさっきの鍵ドアに入れるっていう感じか。それじゃあここでねパックン倒して鍵ドア入ります。多分これで合ってるね。さて次は、あちょっと待って、この雪だるま蹴っていく感じじゃないの。大丈夫、あ左かな。いや多分こっちで合ってるよね。左の土管も気になるんですけど。チェックポイント1いただきました。じゃあ青い土管に入っていきます。さて次は上か下か、完全に2分の1だね。これは1キャップの方を信じてみる。たまにはさこういう方を信じてみよう。でここでオンオフをする感じじゃないの。こう何合ってる合ってる、これで合ってるね。そしてここはドアがあるね。ドアじゃない土管ね。ここ入る感じでしょ。絶対こっちだよ。負けてられません。最近犬の鬼畜コース、あじゃあここ上は合ってたんだ。上は合ってて、そしてドアに入ったらいけなかったんだね。ドアじゃない土管ね、土管に入ったらいけなかったんだね。でここで上に行ってカロンの甲羅を吐くと思いきや蹴ります。多分これでなんか出る。
お前は求めてないんだよ。じゃあここは素直にさ、このカロンのコーラ履いておけばよかったね。で、履いてここで跳ねる、こういう感じで。うわ、ブブー言われた。違うのかな。なるほど、ここら辺になんかあるのかな。多分ね、左に蹴ったらツタが出る感じでしょ。こういう感じでしょ。ありがてなんかあそこでブブー言われたけど、右下なんかあったんだろうね。じゃあこのまま右下に行って、多分ね、ここキノコとか隠されてんじゃないのかな。ほーら今日読み熱いよ、熱すぎ。あ、左はやられてたんだね。じゃあこのまま右下行きます。早く行かないやられる気がする。優しいそしてここでオープブロックか、オープブロックじゃねえ、 P スイッチか。オープブロック、オープブロックじゃねえ、パワーブロック。ここは P スイッチ叩きたいと思います。まだ間に合うよ、まだ間に合うよ、まだ間に合うよ。もうせえ感じか。じゃあここは素直にさ、パワーブロックの方叩けばよかったんだね。叩いてすぐ行こう。なんか降ってくるとかそんなんじゃないかな。ただこのコースのクリア率 2% くらいだったから、鬼畜すぎるっていうわけじゃないんだよね。さてここで中間ポイント取らせてくれる。優しすぎないですかね今日めっちゃ優しいよね。ただここどうやって行くんだろう。一旦この扉に入ったらチビになってここに戻ってくる、そういう感じでしょ。さてコインが好きなんでコイン行きます。イエーイありがてー右はまだだったんだね。今日2分の1成功する日だね。上はダメだよねきっと。このまま右に渡っていこっか。右に渡っていって、ここでハテナブロック叩きます。なんだろう。あ、でこっちに行けばいいのか。でここはもう積んだ感じじゃないこれ。どっかでアイテム持ってこいみたいな感じっぽいね。じゃあさっきさ、左に葉っぱがあったじゃん、あれがファイヤーとかになるみたいな感じじゃないかな。それ取っていこっかさっきと違うやんかー。じゃあここ右だねさっきと違うのをここに持ってくるのはうますぎ。でここで左で葉っぱがあったんだよね。これがファイヤーとかになる可能性なんかないから。ファイヤー、え、こっち違うの。あ、なるほど、そこでボムヘッド壊してくれる感じだね。ちょっと待って、これはやばいで僕ね、ちょっと読んでることがあるんですよ。ここに葉っぱがあるじゃん、この葉っぱを取って爆弾で壊してもらって、でスターを取って、このスターの勢いのまんまさ、このガリガリを抜けなきゃいけないみたいな感じじゃないのかな。葉っぱはきっと後でいる、そういう感じでしょ。ほらここで多分葉っぱで上に上がるんだよ。 P ダッシュして、こっちが正解なんじゃないの。ほら来たもうトロールのやりすぎで申し訳ないです。ここ絶対ゴールでしょ。こんなに花火をね上げられてたら多分ゴールだと思います。今日早かったんじゃないかな。そしてここで違うの、待って、深読みしすぎた。いや、合ってる合ってる。そして早くゴールしよう。やったこんなに調子がいいことはあんまないんですけど、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ短かったと思うんで、このコースをやっていきたいと思います。 Don't press the red ボタン。多分ね、このコース赤いボタンを押すなっていうコースだと思うんですよ。ただスピードランっぽいんだよね。そして赤いボタンを押すなでしょ。それじゃあ早速やっていきましょう。赤いボタンを押さなかったらいいだけでしょ。なに、あ、そういうことね。オンの状態のスイッチを叩くなっていう感じだね。いや、これ面白いね。これ急に変わるから結構反射神経もの言うか、うわ難しいでしょこれ。今のは絶対オンオフ押すよね。じゃあマジで赤いボタンだけ押さないでいきます。青でしょ、これは赤だからダメ。でこれは青、ちょ、反射神経が難しい、反射神経が難しいって何これ普通のスピランより難しいね。ここは赤でしょ、青は OK で赤はダメで、ここは青は OK でここは赤はダメで、ジャンプでしょ、青 OK、 そしてうわわかんねえ、青あ、なんかおかしいことしたけど、いやこのコースは面白いね。ぜひ一回みんなやってみて。なかなか反射神経が試されるよ。ここ青 OK で赤はダメで、そして青は OK でしょ、でここで青は OK、 そして赤はダメ。くっそ
悔しい。多分ね、今ミスった最後のオンオフ、あれさえきっちり成功できてればもうゴールだと思うんですよ。ただ最後に本当に何もないのか、最後もなんかこういうオンオフをしたらいけないみたいな来るんじゃないかな。赤はオッケー、赤はオッケー、青はオッケー待って、ここ左でいいよ、左でいい、大丈夫で、鍵ゲットしてこのまま右行って、この何、そういうことか、あの鍵ドアに入ってゴールっていう感じだね。最後の最後にぶつけるのを持ってきやがってでも最後さ、コインの通りに行けば多分行けるみたいな感じだったよね。待って、これちょっとね、喋りながらだったらわけわかんなくなるんで、青はダメ、赤はダメ、そうわけわかんないね、いつも。で、ここコインの通り行こう、コインの通り行ってジャンプ、そしてここもコインの通り行って鍵で入る、やったー、これでゴールでしょ、来ましたどうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。